堺直政は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての戦国武将。にわけがあろう。通称は陽右衛門。意味名は、直勝とも。越前国出身と伝わる。はじめ、斉藤達之に仕える。その後、京都に退店し、和田暮政、足利義輝、足利義明に仕えた後、庭長秀に登用された。a 十二年の本国寺の変では、 摂津高月から京へ急行し、六条表の花槍と、称えられるほどの活躍で敵を撃退した。庭家出資後は、長秀長重と二代にわたって、重心として支える。天正十一年の静ヶ岳の戦いでは、静ヶ岳の戦いでは、取り出に、貨幣で援軍に行こうとする長秀を、江口正吉らと共にいさめている。慶長五年の関ヶ原の戦いで、庭家は西軍に組みし、 東軍の前田利長と北陸で対立する。浅井縄手の戦いでは、堺は北、浅井、江口は南浅井という地点でそれぞれ待ち伏せるが、前田軍が南浅井を通ったため堺の部隊は戦闘に至らなかった。戦後、庭家が改役されると結城秀康に仕えた。ただしこの時仕えた主人には諸説あり、他に東道や、前田や、 奥平家とも言われる。この坂井忠義は、東道高虎に仕え、大阪の陣で、東道家の四本槍と呼ばれるほどの先行を挙げた。ありがとうございます。